武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は北朝鮮大学医学部医学科の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が80分で大問が3題、出題されております。で、出題形式が大問1が小問集合で答えだけを、記述する形となっています。で、大問2と大問3が、論述で、全部記述で途中計算過程も書くような形と、なっています。で、問題の難易度、としては標準問題ですね。計算だったり考え方が若干ややこしいのが出てたりすることもありますが、ただその結局解き方としては典型問題に落ち着いてるかなというレベルなので、過去問ちゃんと解き慣れていれば十分マーチレベルで対応できる難易度かとは思います。なので基本的にはマーチレベルで、特にその記述で出やすいのが、主にグラフ系微積分だったり、式と曲線、あたりですね。あとはその図形関連の問題など、要は記述でよく出しそうなところですね。証明だったり、そのグラフだったり、図形だったり、このあたりは、記述でもしっかり書ける練習しておきましょう。で、小問が、4題から5題程度、出ていますが、これに関しては割といろんな範囲、出てくるようになっていますので、基本的に、しっかり記述練習するっていうところまでやらないまでも、マーチレベルは全部しっかり解けるようにしておいた方がいいでしょう。で、大体解けそうな問題にはなっているとは思うので、解けそうな問題であるということは確実にちゃんと解き切って、記述回答の部分も減点されないという、本当に、基礎的の完成度という部分、標準的な問題の完成度という部分をと、問われているというところで、いかにミスなくそこができるかどうかという形にはなりますので、そこで必ず、ですね、ミスをしないよう徹底的に、やり込んで仕上げていきましょう。以上が数学の勉強となります。